皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのは人気のジオエントシリーズより新宿区の物件です。ジオエント山吹神楽坂、初期費用は5万円、2023年2月地区の鉄筋コンクリート造マンション。タイトルに記載通りのフリーレント月数分がついて契約できる物件を発見いたしました。はい、募集されている賃料、共益費といった条件はそのまま、敷金1ヶ月分も入って初期費用をお値引きして皆様のご負担する初期費用は5万円とさせていただいています。こちらご検討いただいている方多い物件ではないでしょうか。前半はですね 1DK タイプ、後半は 1LDK タイプをルームツアーで撮影しています。はい、スクリーンショットタイムです。非常に参考になる映像になっているかと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧くださいませ。他、間取り、ワンルーム、1K もございます。こちら詳細はですね、当社の賃貸トレジャーハンターをご確認くださいませ。それではルームツアーをスタートしていきましょう。はい、ダイニングキッチン 4.5 畳、ベッドルーム 2.6 畳、 25.46 平米の 1DK タイプ、モデルルームになっていますので非常に参考になる映像になっていますね。はい、ベッドが入るかなといったご質問もよくいただきますが、このようにですね、配置することが可能です。はい、立地はですね、東京都新宿区山吹町にございます。こちらのジオエント山吹神楽坂、最寄り駅は有楽町線の江戸川橋駅、徒歩4分、また東西線の神楽坂駅、徒歩7分です。倉庫数57戸の鉄筋コンクリート造8階建てのマンション、周辺環境も調べています。コンビニはローソンがあり、スーパーはマイバスケット、マルエツ、コモディ、イーダなどがございました。はい、こちらはクローゼットですね。はい、またこの物件を検討している方に他にもお役に立てれば情報を皆様から YouTube のコメント欄で募集しています。先ほど近隣のコンビニ、スーパー情報をお伝えいたしましたが、他にもですね、仕事で近くによく来るよといった方や、近隣に住まわれていてここのラーメン美味しいよとか、ここのスーパー安いよといった情報、ぜひ YouTube のコメント欄でお教えくださいませ。はい、インターネットの利用料無料ですね。ファイバーゲート限定と記載されています。また自転車置き場無料、バイク置き場有料と記載されています。こちらのですね、最新の空き情報であったり詳細についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、水回りご覧いただいています。はい、ゆとりのあるスペースですね。室内洗濯機置き場、玄関にはシューズクローゼットがございます。たくさんの靴が入りそうですね。はい、1DK タイプご覧いただきました。
後半はですね 1LDK タイプご覧いただきましょう。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、1LDK タイプルームツアースタートしていきましょう。こちらもモデルルームになっていますね。リビングダイニングキッチン 10.2 畳、ベッドルーム 5.1 畳、ウォークインクローゼット広いですね、 1.5 畳です。順に見ていきましょう。40.28 平米の 1LDK タイプ、キッチングリル付きですね。3口ガスコンロ、非常に料理がしやすそうです。はい、それでは設備をご紹介していきます。 1LDK の図面見ています。宅配ボックス、メールボックス、エレベーター、テレビモニター付きインターホン、オートロック、防犯カメラ、玄関人感照明センサー、トイレはウォーム機能付きトイレ、お風呂は浴室暖房乾燥機能付き、追い焚き機能付き。ピクチャーレール、シューズボックス、ウォークインクローゼット、エアコン、独立洗面化粧台、はい、とのことですね。はい、人気のジオエントシリーズ、新宿区に新築が出ました。もう一度初期費用をご説明いたします。初期費用5万円。内訳はタイトルに記載通りの月数分の賃料、教育費、敷金1ヶ月、初回保証料、保険料2年分が入って初期費用5万円です。ご検討いただける方多いのではないでしょうか。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー映像も皆様楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのハートサポート。